ユゼフ・ベム・ユゼフ・ザハリア・シュベムは、ポーランドの将軍。ポーランド及び、ハンガリーの国民的英雄で、両国のナショナリズムと他国のヨーロッパナショナリズムを団結させた人物として知られる。ハンガリー名は、ベム・ヨーゼフ。ベムは、タデウシ・コシチュシコや、ヤン・ヘンリク・ドンブロフスキと同様、ポーランドの未来のために、ポーランド国外で戦いを続けた。彼は、 軍事指揮者として様々な地域で活躍し、その軍事的才能は多くの人々に必要とされた。ベムはガリツヤのタルヌーフに生まれた。ガリツヤは1772年の第一次ポーランド分割の結果、ハプスブルク帝国に併合された。ナポレオンが占領した地域に強小なワルシャワ公国が建国されると、ベムは両親と共にクラックフへ移住し、 同志の士官学校を卒業すると、15歳で広告軍の士官となった。ベムはポーランド砲兵連隊所属の陸軍将尉となり、後にフランス軍に仕えて陸軍中尉に昇進した。1812年のロシア遠征にも参加し、1813、1815年のウィーン会議の後、ワルシャワ広国はロシア帝国の従属地域である、 ポーランド会議王国にとって変わられた。ベムは陸軍大学校の教官になった。ベムは新型のロケット上ミサイル弾に関する研究を行い、たくさんのイラストのついた調査書を出版している。ベムはポーランドを完全独立させるための陰謀に参加したが、愛国的な地下組織の一員であることが発覚すると、降格処分を受けて1822年には、 金庫一年を言い渡された。陪審による有罪判決は停止されたものの、ベムは職を辞して、故郷ガリツヤに帰った。ベムはガリツヤで蒸気エンジンとその応用について研究をし、またその調査結果を出版している。ベムは1830年まで、レンベルクとブロディに今日構え、蒸気エンジンに関する学術論文の執筆を構想していた。 1830年11月20、ベムはワルシャワに到着して、すぐ少佐に任命されて、第4景気砲兵中隊の指揮官となり、イガニエの戦いとオストローエンカの戦いで、同中隊を率いて戦った。オストローエンカでは、ベムの中隊は、ロシアの敵軍に対して、勇敢な突撃を行った。ポーランド軍は、この戦闘で深刻な敗北を喫して6000人の、 犠牲を出したが、ベムの中隊の活躍のおかげで、全軍壊滅は避けることができた。戦場での勇猛さを高く評価され、ベムはビルトゥティミリターリ勲章を授けられて順勝に昇進した。彼は放棄の最後まで断固として、降伏に反対し、イヴァン・パスケビチの攻略を受けるアルシャワを必死に防衛した。しかし、1831年10月5日に、ポーランド軍は、 幸福を選び、マチェイ・ルイビンスキ将軍の指揮で、ロシアプロイセン国境を通過した。ベムはプロイセンからパリに亡命し、数学教師をしながら、生計を立てた。ベムはフランスで11月放棄に関する書物を出版し、同社の中で1831年の反乱を、反省、評価したのみならず、ポーランド独立達成のための闘争を続ける上での計画を提示しようとした。 1833年、ベムはポルトガルに赴いて、自由主義者、ドン・ペドロの反動主義者、ドン・ミゲルに対する戦争を支援した。しかし、ポーランド独立に資することがないと気づくと、支援するのを止めた。ポルトガルでは、ロシアの諜報員によるベム暗殺計画が練られていた。オーストリア革命の勃発とともに、ベムには、さらなる活躍の場が与えられた。 ベムの最初の行動は、ビンディシュグレイツ将軍率いる皇帝軍からウィームを奪取することだった。これに失敗して降伏した後、ベムはプレスブルクに急行して、コッシュとラヨシュに協力を申し出た、と自分の著書、ポーランドの大義への配信と貴族の成功の中での回想で主張している。この著書は、ポーランド亡命社内のより求進的な派閥からは、何度も批判を受けていた。 ベムは1848年にトランシルバニアの防衛戦で先行を立て、成形陣の軍勢を率いる将軍となった1849年の2月9日には、ピシュカの橋上で少数の軍勢を率いて追跡してきた敵の大軍を追い払うのに成功した。トランシルバニアの奪回に成功した後、ベムはオーストリアのアントン・ホンプフナー将軍をバナト地方から追い出す任務に就いた。 ベムは、プフナー百8 4 9年5月16日に、オルショバで破ったが、ロシアがトランシルバニアに侵攻してきたため呼び戻された。結局7月31日、ベムの軍勢は、圧倒的なロシア軍の前にシェゲシュバールの戦いで、全滅し、ベムは死んだふりをして何とか助かった。それでもベムは8月6日に、シュラマーレで先行を立て、テメシュバールの戦いで苦境にあった。 同国人、ヘンリク・デンビンス気将軍を支援し、自派の主力軍の一部を助けることができた。ベムは8月9日に、トランシルバニアで展開された最後の戦いで指揮官を務めたが、この際に重傷を負った。反乱軍の崩壊と同時に、ベムはオスマン帝国に亡命し、アレッポの総督職に就任するため、名目上イスラームに改修、村と、または、ユース・フパシャと名乗った。 ベムは1850年11月に起きたムスリム住民によるキリスト教徒住民に対する残虐な迫害を抑制することに成功し、この暴動が起きた1ヶ月後、いかなる治療も断って死んだ。ベム将軍像。台座に刻まれたベンアポは兵士からの呼び名、ベムの親父を意味する。ベムはその小柄な身長とは対照的に勇猛さと 英雄的な気質の持ち主として尊敬されている。彼は極めて人付きのする性格だったと言われる。成形人の部下たちは彼の話す言葉を理解できなかったにもかかわらず、ベムを迷信的なまでの崇拝対象とみなしていた。軍人としては、ベムは、砲兵隊の指揮と進軍の速さの面で際立った、才能を発揮した。トゥルグムレシュにはベムを検証する像が設置されているが、ベムの名前を 普及のものにしているのは7月31日のシェゲシュバールの戦いでベムが決定的な敗北を起死した時のことを描いたハンガリーの国民詩人ペテーフィシャーンドルの女子詩である。ベムの意外は1929年にポーランドに返還されキジタルヌフの霊病に収められた。1956年ハンガリー革命は1956年10月23日。 ハンガリーの首都ブダペストに置かれたベム像の足元で起きた抗議運動がきっかけになった。ありがとうございます。